はい、皆さんこんにちは、カゼンドです。こんにちは、タクです。パワプロ TV がですね、本日の19時からあったということでですね、そちらの模様をまあぐと凝縮して分かりやすくお伝えしていこうかなと思っております。まあメインとしては3周年の、キャンペーンの内容ですね、うん、はい、円卓高校に関してはまあ今ちょっと後ろでもね、まだパワプロ TV 内でやっているんですけども、まあ明日実行されるということで、うん、まあそちらはですね、また明日動画でしっかりと公開していこうかななんて思っております。まず3周年に伴ってですね、挑戦者大谷の実装ということで、うん、まあ PR をね、全ユーザーに配布されたりだとかね、行われるそうです。投手なら不屈の魂はドクター K、はい、野手なら精神的支柱降格法が手に入る、金属になっております。まあどこで使うかとかどうかわからないけども、まあ実装されると、うん、まあでも一応欲しいな。いや、わざわざ後出ししてくるくらいだから、うん、前のキャラよりは強いんじゃないですかね。前の大谷翔平よりは。おお、じゃなかったら出すメリットないですもんね、うん、とは思います。シラスで大谷って結構使ってたけど、まあそこら辺とか変わってくるのかな、なんかそんな感じもするよね、うん、うん。まあそれがね、新高校でどのぐらい使えるかとかはまだちょっと全然わかりません。で、まあそれのガチャがきっとあるのと、あとはですね、3周年記念キャンペーン無料ガチャが31連、はい、うん、31回回せる、無料ガチャ、うん、で R 以上確定の10連無料ガチャを合計3回で、うちに1回が SR 以上確定の無料ガチャがあると。いやー、これは熱いっすね。あ、 R 以上確定が10連が無料で3回できて、で SR 以上確定の無料ガチャが1回なんだ。要は SR 確定ガチャ1回に、うん、10連が3回できるっていうガチャですね。おうおうおう、が無料、まあ、普通に熱いっすね。だから変な話、この無料の10連3回でも SR 出るし PSR 出る可能性があるってことだよね。そうですね、まあ、去年おととしとかは我々出てますもんね、うん、このガチャで。まあ今回はやっぱりこの3っていう数字、3周年だけにあってね、なんかやっぱり3っていうのにこだわっていろいろやってるから、なんかこういう SR 確定とかも3つやってくれてもよかったのかなとか思うけどね、うん、うん。で次にですね、はい、パワーストーン合計66個プレゼント、これっていうのはもうさ、もらってるっていうイメージなのかな。なんか いつも毎朝ログインするともらってるじゃん。あれもこれに入るの？それとは別ですよね。別で66個、はい、毎日ログインで合計36個、3周年記念で30個、だからきっと明日30個ポンって振り込まれるんだよねっていうイメージです。前にも確か1回そういう感じで、うん、あったよね、ポンって振り込まれた時、うん、振り込む振り込む送り、うん、プレゼント、プレゼントあったんで、うん、まあだから今回もそういうイメージでいていいんじゃないですかね。なるほど、トータルで66個。これでもやっぱり明日来るガチャの詳細情報までは発表されなかったけれども、やっぱりそこでね、石がまだ足りないっていう方はすごいやっぱりいいんじゃない。はい、そうですね、うん、だやっぱりそこのガチャと無料の10連3回ってのはまた別だからね。そうですね、うん、そっか。これ PSR 確定とか来んのかな、どうなんだろう。まあでも例年通りというか、うん、まあ、去年通りに行けば50連目で確定だとは思うので、うん、まあ、新高校のサクセスがガチャが多分来るんだよね、メインとして。どうなん、ね、どうなんだろうね、そこがステップアップか確定とは言えないですよね。去年は一応それで天空でしたけど、うん、まあ、今年はその結局にゃんこ大戦争に関しても、まあ、この後話すんですけど、大した情報なかったじゃないですか。そうだね、なんかやっぱりまだ隠してる部分もまあいろいろあるよね。ので、うん、まあでもあの方だとイベキャラ化はないかもしれないですけど、イベキャラ化があれば、うん、そのピックアップガチャとかもあると思うんで、まあまだ分かんないですね、うん、なるほど、はい、じゃあどんどん次いきます。まだまだあるよということで、次元マネキ99個、はい、次元マネキ99個ありましたね、うん、これタイミング的には結構嬉しいよね、うん、うん、やっぱり招きないとイベント的にきついとかあるからね。そうですね、うん、で、あとはイベキャラの強化大成功の確率がアップ、うん、全サクセスの消費、SP がダウン、うん、今もさダウンしてるじゃん、はい、これやっぱり3周年だから30なんだよねきっと。いや20いく、去年は20じゃなかったですかこの時期。本当にすげえな、20いったら。
去年は天空中央が20になってましたね、うん、あ、他が30で天空が20とかそういうやつか、はい、あ、じゃあおそらくそういう感じかな。まああとはですね、新キャラも出るっていうことで強化大成功の確率アップ、これもね非常に嬉しいんではないでしょうか。そうですね、はい、そして続いて、皆さんお待ちかね覚醒、はい、うん、まあ、イベキャラ対象となっている3キャラはもうすでに発表されていて、今もねスライドも出している、スバル、サイガー、そして、明星節香、この3キャラなんですけども、SR でこの上のスペシャルタッグボーナス、スペシャルタッグボーナス、そして初期評価アップがつくそうです。で PSR で覚醒すると、2つつくとのことで、技術ボーナス、練習効果アップ、イベントボーナスがまた追加されると。これどうですか。いやーせっちゃんに関しては、うん、物足んないっすよねマジで。おこれじゃ全然って感じじゃないですか。全く話にならないですよね。初期評価アップっていうのがどのぐらいアップかだよね。だとしてもどうやっても使い物にならないですよね、うん、もうやっぱつのりやしきちゃん、ユニフォームしきちゃんがいる以上、うん、なるほど、ここに上限、うん、アップとかだったらまた全然話が違ったか、はい、初期評価ぐらいじゃもう、うん、今さら、うん、良くなってることは間違いないですけど、やっぱり初期評価、うん、クリスマス迎えられないとかもあるんで、はい、けどだからといってせっちゃん連れていくかって言ったら、うん、そこはちょっとね、イベキャラ持ってない人は、うん、無理くり入れるかもしれないですけど、うん、ちょっとナンセンスですね。まあでもここで言うとやっぱりサイガの PSR 持って2段階、2段階というか、あのなんだろう、覚醒した人が練習効果アップ、はい、これが何パーかって結構ね、そうですね、これが30だったら相当多分強いよね。いやそれは多分ないと思います。 PSR だとしたらぶっ壊れっすね、うん、こいつもともとテーブルでタッグ1人でも強いんで、うん、筋力ボーナス持ってますし、それが練習効果30ついたら、うん、やばいっす。なるほど、やばいっす。いやそれこそ振袖雅外れちゃうんじゃないですかもう、うん、ぐらい、うん、サイガースにしたら強くなっちゃいますね。スバルの技術ボーナスはどうですか。いやこれもまあ美味しいですけど、うん、まあ、逆にスバルの場合スペシャルタックボーナスがどれぐらい詰めるのかの方でちょっと見たいかなと思います。技術ボーナスに関してはやっぱりもう激闘も鳴海虹谷とかまあいろいろ補えちゃうんで、うん、ここが精神ボナだったら、あのコメランでも、はい、生放送中コメランでもありましたけど、精神ボナなら同じようにぶっ壊れそうだよね、はい、まあ、ルシファー的な感じだよね、はい。だここはまあ技術ボーナーがついたのもまあめちゃくちゃでかいですけど、うん、スペシャルタッグどれぐらい強くなったかでちょっとスバルのそのタッグが強くなって、まあどうかなって感じですね。今そんなに恩恵ないですかね。タッグ暗黒もきっとこのまんまだよね。スペシャルタッグボーナスと技術ボーナスだよね。そうですね、うん、なるほど、この覚醒に関してはですね、第2弾ということでまたもう3キャラも決定しているとのことで、うん、またこれ明日発表なのかな、なんかそんなようなことを言っておりました、うん、でここからよ、覚醒どうやったら覚醒できるか、はい、なんかねそんなところも、パワープロ TV 内では話しておりました。今スライドもね出しているんですけども、まあ、メタルさんとかもね、まあ、なんか水を入れて表現してましたけど、まあ、今まで通りこのレベルを上げる、上限解放してその、35レベルとかそういうのにしていくのはゲドウ君だったり、他のノーマルのそのまんま食べさせたりとか、はい、なんかそういうのでレベルアップをしていたんですけども、覚醒の、覚醒した後のそのレベルアップっていうのは、まあ、潜在強化といってですね、そのアイテムが別に必要だそうです、うん、普通に上がっていかない、それにはきらめきっていうね、R 以上のイベキャラをそのなんだろう、きらめき、その潜在強化するためのアイテムに変換する必要があるそうです。なのでまあちょっと覚醒するためにもね、なんていうの、極意であったり鍵だったりっていうのが必要の中、結構ハードルは高そうだね。うん、うん、なんかその覚醒アイテムの情報が何より欲しかったですね、うん、僕としては。そうだね、どうやったらしっかり手に入れられるか、はい、そこが本当美課金無課金にはとても大事な情報だったんじゃないかなっていうふうに思いますね、うん、変にやっぱり石を使うっていうよりもやっぱりスタジアムとかでなんか獲得できるとかね、はい、そういう方にしてほしいよね、はい、うん、またやっぱり覚醒したからといってすぐにそのさっき言ったね、スペシャルタッグボーナスだったり技術ボーナスがつくかって言ったらそうではなくて、はい、潜在強化
きらめきアイテムを使って潜在強化することでボーナスがつくっていうことなので、やっぱりハードルは高そうですね、うん、そうですね、うん、ここの R をきらめきに変化するっていうのも何体犠牲にするのかっていうのもすげえ大事じゃないですか。そうだよね。だからちょっとここら辺の情報をもう少し、うん、本当そのあんまり課金しないユーザーに向けて発表欲しかったなと思ってます、うん、ちなみにですね、私スバルの、SR だったり PR だったり R っていうのはいくつか持ってるんですよ。なのでここは割と早く覚醒狙えるのかななんて思ってますよ、はい、いや要は覚醒の後きらめきで、潜在強化っていうのは狙えるのかななんて思ってます、うん、だからそこはちょっと楽しみなんだけどね、はい、覚醒がどうなるかっていうところまでは、明言を避けていたので、まあ、ここは我々の動画でいち早くお伝えできればいいかななんて思っております。はい、いやでもちょっと覚醒楽しみだけど、なんかどう？いやまあ楽しみですね。これでもさ、 SR と PSR の差がちょっと結構ない？いやだいぶっすね、うん、だいぶです。俺ここに割とあーってなっちゃった感はあるよ。はいはいはい、うん、そう思ってないじゃん。あとやっぱり難しいのがサイガに関して言うよ。はい、俺サイガこの前 PSR 当てたじゃん。はい、でサイガをもう元から PSR 持ってて50の人とかいるわけじゃん、はい、まあ、もしくは SR45 でもいいよ。例えばじゃあ SR の45とね、PSR の40で覚醒したのってじゃあどっちが強いのとかになってくるじゃん、はいはい、なんかそういうところとかもちょっとわからないから、うん、なんか難しいなっていうのは正直なところかな、うん、まあただサイガのこの練習効果アップのこのさっきも言ってましたけど、うん、パーセント次第じゃないですかね。やっぱキャラによっては虹谷とかは 5% ですよね確か。そうだねっていうキャラもいますし、まあそれこそ振袖みたいに 30% のキャラもいますし、うん、そこのパーボーナスパーセント次第でまあ結構変わると立ち位置が全然違ってくるかなと思います。だから変な話 PSR の50になってさらにあの覚醒して潜在強化もマックスまでやったら相当強いってことだよね。そうですね。まあでもこの感じでいくとやっぱりキャラによって全然違うじゃないですか、うん、今後も。そうだね。今回で言うとスバルは技術ボーナス練習効果アップで、せっちゃんはイベントボーナスが PSR ではボーナスつくんですけど、うん、今後キャラによって覚醒したからって絶対強いじゃないですよね。おお、そのキャラによって全然また強い弱いも出てくるのかなっていう、うん、これさ R 以上のイベキャラできらめきに交換するって言ったじゃん。はい、 R 以上っていうのはもちろんスバルのスバルを潜在強化したいんだったらスバルの R 以上ってことだよねっていう風にカズさんおっしゃってましたけど、僕でもそういう風におっしゃってなかったと思うんですよね、うん、どうなんだろう。だどのキャラでもっていう感じだと思ってます。あ、だったら割と楽、はい、うん、普通に R 全キャラをその変換することで、R きらめき、うん、で PR 変換すれば PR きらめきみたいな感じでその金銀銅で強化していくのかなというふうに思ってます。まああとちょっとわからないのがこの色がさ、その極意もそうだけど覚醒するためのアイテムもそうだけど3色ずつあるじゃん、はい、これがどうなってるのかなっていうのもあるよね。そうですね。なんか例えば極意に関してはスタジアムで獲得するのは緑、サクセスは赤、はいはい、石はピンクとか、ね、なんかそういうふうに分かれててそれぞれ1色ずつ計5個必要みたいなね、なんかそんな感じになりそうな、なんか雰囲気はあるけどな。でも極意のこの本に関しては、うん、あれじゃないですか、投手、野手、あ、そうだったっけ、彼女での多分、あ、じゃあ1個でいいのかな、1個でいいんだ、1個プラス鍵でいいのか、はい、だと思いますね。じゃあその1個はどこで手に入れられて、鍵がどこで手に入れられるかが、そうですね、めちゃくちゃ大事ですね。それこそ明日の50連やってもらえるとか、スタジアムイベント走ってからもらえるとか、なんかそういう風に今後出してくるんだとしたら、より無課金とその格差が出てくるね。格差が出てきただけなんで、やっぱそこは格差出てもまあしょうがないですけど、うん、みんなが楽しめるように底上げするというか、そういう扱いで覚醒はやってほしいなっていうふうには思いますね。ああ、なるほどね。ちなみに特の希望としたらどうだと嬉しいの？手に入手方法ですか？そう、コツコツ派の特としては。やっぱりスタジアムメダルとかで変換するとかの方が一番誰にも優しい。まあそれでもちゃんとやった人はね、カズさんと僕との間で言えば、うん、自走走オフでやったら勝った時に多分カズさん50万ぐらいポイントを得て500メダルぐらい取れるわけじゃないですか、うん、
で僕のボーナスだといくつだろう、勝っても30万で300メダルとか、うん、地蔵さんオフでやったらやっぱりカズさんの方が恩恵はあるよね、はあ、やっぱりそこはボーナス積んでるんで、そこをじゃあ俺が自走することによって600メダルを1試合で叩き出すとか、そういう風に言えばそういうのが一番平等公平かなという風に思いますよね。なるほどね、はい、まあちょっと覚醒に関してはですね、まあ、これ以上長く話してもね、あの謎が深まるばかりなのでまあ明日もう本当に分かることが多いと思うんで、分かり次第お伝えするという感じで割愛させてください。はい、で、次に行きましょう。次に発表されたのがコラボです。コラボ、まあ事前情報からあるようなね、にゃんこ大戦争もそうなんですけども、なんか札を持ってたね、はい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 、うん、にゃんこ大戦争以外にもですね、これから、まあ、4周年に向けてこの1年間でたくさんいろんなコラボをしていくそうです。トクも大好きなメジャーだったりね。そうですね、メジャー、はい、あと逆境ナイン、逆境ナイン、まあそこのコラボがまず絶対決定しているということで言ってました、うん、あともう一つシークレットで何かあるという、何なんですかシークレット、どうなんですかね、うん、まあモンストじゃないかみたいなのはね、はい、コメント欄結構あったけど、まあここでモンストもう一回来てくれるとやっぱり嬉しい人多いんじゃない。そうっすね、うん、まあ、ただなんか俺せっかく逆境内入れてきたんだったらもっと野球色すげえ強くしてもらってもいいかなっていうふうに思いましたけどね。もうそれこそタッチとか、タッチとかもいいですね世代側ちょっとあれだけどね、まあ、本当でもドカベンとかキャプテンとか、僕が知ってるので言うとミスターフルスイングっていう、巨人の星が出てこない、巨人の星、うん、まだまだあると思うんですよ。星ヒューマなんかめっちゃ強いぞ多分そうっすね、でそこもっと強くして、うん、であれなんかもう、まあ、中学のもあんのかな、高校じゃないですか、うん、メイン、うん、だからすげえ出しやすいと思うんですよね。お、例えば合うよね、そうっす、うん、名教高校とかっていう風に出す感じですごい出しやすいと思うんで、なんか今後のこの 1年間4周年行くまでに、はい、そういろんなコラボをどん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 してほしいなっていう。そうね、うん、確かになんかそういう方がなんかコラボっぽくなるよね。そうっすね、うん、まあ、あとにゃんこ大戦争はねちょっと楽しみではあるんですけど、イベキャラ化するのかとかそういうところに関しては何も触れていなかったので、そうですね、うん、ちょっとどうなるかっていうのはね、今後の、はい、まあ、お知らせをね待つっていう感じになっております。うん、まあバーッと話してったけどこんな感じの発表を1時間15分ぐらいかけてされてました。はい、あとやっぱりね細かいところなんですけど、明日アプリのアップデートもあって、バージョンが3になるんですよ。だから結構細かなアップデートとか、まあ、変わるところとかもあるんじゃないかなみたいな感じでは私思っております。うん、まああとはゲームバランスの調整、まあ、せっちゃんだったりとかね、あとは掘りすぎっていうの、はいはいはい、あとは登場も、調整が行われるそうです。まあなんかそういうのとかもいろいろ考えるとさ、今の暁評価もそうだけど、なかなかミキサーとかしづらくなったね。いやーほんとその通りですね。うん、それこそすげえ面白かったのが、一番最初にいただいた選択 SR ガチャ券かな、違う、なんかみんなに配布されるような SR ガチャ券でパピオンって入ってたらしいんですよ。それをそのトップランカーの誰かがパピオンを選択して、その日々 PN 牧場だったりで溜まってた PR5 2体をその選んだ SR に食わせたところ、一気にプラス4になって、SR 大丈夫を使って一気に5にしたっていう方がいて、今まさにカズさん言った通りだなっていうか、普段のその PN 牧場とかやっぱり RPR、 それからいらない SR、 全く無駄にできないなっていうのをすげえ思いましたね。いやでもそれすっげえ面白い話というかいい話だな。はい、やっぱりなんか俺みたいにね、来るガチャ全部回すみたいな人が全てじゃないことも分かってるし、うん、すごいね、なんかそれでこそゲームをやってる感じだよね。そうっすね、うん、いやちょっとなんかいろいろ楽しいなそういうの聞くと、はい、うん、まあとにかくまた明日ですか、我々こうやってね動画出していこうと思います。もちろんガチャもやります、円卓高校もやります。結構いろんな動画出せるかと思いますんで、ちょっと皆さん楽しみにしてほしいのと、まあちょっと締めに入っちゃうんだけど、はい、3周年ちょっと思いっきり、まあ、我々含めてですね盛り上げていこうかなと思っていますんで、ぜひとも皆さんこの番組じゃない、このチャンネル登録してほしいのと、まあやっぱり
なんだろう、たくさんみんなコメントとか、あと周りの人にパワプロ面白いんだよってなんか紹介してほしいなとか思いましたね、うん、なんかそういうことでですね、やっぱりこのパワプロアプリ盛り上がるし、なんかなんだろう、無料ガチャ何十連とかっていうのもどんどん増えてくると思うんだよね、うん、だからやっぱり楽しいことをみんなに共有するっていうこともね、皆さんぜひともやってください。で、まあ、その一環として我々のねチャンネルを登録してもらうっていうのと、なんか風の僕ってやつがなんかこういうやつやってんだよっていうのをですね、ぜひとも周りの人たちに紹介してくださると非常に嬉しいです。うんうん、まあちょっと3周年ね、ここ最近回していなかった特が大盤振る舞いで、まあ、3周年っていうかね、こっから先の、数週間ガチャ見れると思うんで、皆さんそこもね楽しみにしてください。なんか私がイベキャラを当てておーっていうのとはまたちょっと意味合いが違うので、はい、1回の、ガチャルっていうボタンを押す、あそこのもねやっぱり気合いの入れ方が違うと思いますんで、そこもねぜひとも楽しみにしてください。何度も言うようですがチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それが私たちの糧となります。そんな感じでいいですか。はい、はい、じゃあ3周年皆さん一緒に楽しみましょう。また動画でいたしましょう。バイ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 。